皆さんこんにちは、ダセレアということで、本日ですが、アメリカに来てね、5年目になるんですけども、一回ね、ちょっとやってみたいことがあったんですよ。で、それがね、各家庭にね、結構あります。アメリカだと、大阪だとたこ焼き器並みにあるアメリカのね、各器具なんですけども、それを、ね、使ってね、ちょっと朝ごはんを作ってみたいなと思いました。ということで、それがですね、こちらでございます。はい、バーベキューグリルでございます。一般的にね、結構アメリカだとあると思うんだけども、まあ、ピンキリですね。大きいものからちっちゃいものから、炭使ってやるやつからあると思うんだけども、アメリカだとね、まあ、多分どこにでもあるんじゃないかなっていうレベルで、結構あります。はい。ということで、今日はね、これを使って、こちらのベーコン焼いていこうかなと思います。プラス、スクランブルエッグもね、作れればなと思いますので、まあ、お暇な方、見てください。これさ、バーベキューで初めてじゃないのか、今回使うの3回目なんだけど、定位の方法がさ、いまいちよくわかんないんだよね。なんか結構さ、アメリカだとなんかこういうガリガリするブラシみたいなのがあるんだけど、それをうちまだ買ってないので、まあ、とりあえずアルミホイルで、ね、前回使った焦げを落としていくんだけど、やっぱ買った方がいいのかな。なんか結構ね、やっぱ汚いんだよね。一回使うと、まあ、普通の焼肉の網みたいな感じで、なんか、肉汁がね、こびりついちゃうみたいな感じなんだけど、これ洗った方がいいのかな？ね。なんか知ってる方いらっしゃいましたら、コメント欄に書き込んでください。なんか一個つければ、勝手についててくれるみたいなんだけど。はい。はい。はい、これでとりあえず全部つけました。なんかね、もはやね、すごいいい匂いがするの、これ。今までのなんか蓄積だった肉の旨味の匂いがすごいして、なんかすごいいい感じ。まあ、いろいろね、人によると思うけど、ガス式とかだったり、炭式とかだったり、普通のまあ、日本でいうバーベキューグリルみたいなやつだったり、こういうのがいいとかって人もいると思うんだけど、これね、結構ガスを買わなきゃいけないので、まあ、ちょっとね、めんどくさいよねっていう人はいるよね、多分ね。あ、すごいいい感じ。こうやって並べて。自分、うちの旦那さんがさ、結構、カリカリなやつが好きで、結構よく焼かないといけないんだけど、こんな風に並べとかないと、後でね、固まっちゃうからね。いや、いい匂い。ベーコンの匂いとかじゃなくて、やっぱりなんか今までの染み込んだ肉の匂いがする。やっぱりね、ガス式じゃなくて炭式だと、なんか物によると思うんですけど、あまりちょっと火つけるの得意じゃなくて。で、結構ね、着火剤がついてる炭を、ね、買うんだけど、やっぱりね、ちょっとね、匂いがね、その匂いがついちゃうんだよね、食べ物にね。なので最近ガス式の方がいいんじゃないかなとは思っておりました。実際にちっちゃいのは持ってるんだけど、ちっちゃい有名なメーカーの蓋付きのグリルは持ってるんだけど、まあ、それ使うんだったら多分こっちの方がね、手っ取り早いし、まあ、なんだかんだで美味しくできるしって感じだと思うので、嬉しいですね。ちなみにこれは友達が引っ越すからということで、いただきました。はい、とりあえず蓋閉めます。じゃあこっちはこっちでね、スクランブルエッグ作っていこうかなと思います。ちょっとね、映るかどうかわかんないんだけど、まあ、場所がね、ないのでごめんなさい。スクランブルエッグ作ってやっていこうかなと思います。でさ、うちでさ、フライパンで作るとさ、匂いもそうだし、油跳ねもすごいからさ、なんか気にしなくていいよね、こういうのあるとね。もうちょっと細かいのやつを買ったらいいのかもね。それか、多分ね、アメリカだとあると思うんだけど、バーベキューじゃなくて、ベーコン専用のやつとかね、あるのかもしれないですね。これいい感じ、いい感じ。あ、このまま食べたい。今すぐ食べたい。こっちで、いい感じに温まってきたので、スクランブルエッグね、作りましょう。今日はね、あれだね、ホテルっぽい
ホテルっぽいスクランブルエッグ作れたらなと思います。なんかね、ドロッとふわっとしたような感じのやつ。毎回ね、うちで作るとなんか塊しかできない。オムライスの失敗作みたいなやつしかできない。オムレツだね、オムレツの失敗作みたいなやつしかできないので、今日はね、ふわとろを目指してやっていこうかな。でもう少しなんかあの、こなれてきたらね、グッズを増やしていきたいんだけど、まあ、怒られるかな、だからまた増やしてって言われるから、まあ、増やしすぎには注意ですね。こんな感じかな。ちょっとイメージと違う気がするけど、まあ、大体こんな感じでしょ。いいでしょ。美味しそう。けど美味しそう。なんか難しいね。やっぱね、ホテル風のやつってことだね。ホテル風のやつを作りたいなと思ったけど、いや、素人作りです。はい、ということで、完成でございます。スクランブルエッグとベーコン。一人で食べないけどね、さすがにね。ということで、ちょっと食べてみましょう。美味しそう。はい、ということで、やっとね、ベーコンとスクランブルエッグできました。ちょっと眩しいけどね、マジでね、ちょっとうまくできたと思います。ということで、食べてみようかなと思います。いや、楽だね。ほんと楽。チーズとか欲しいけど、めんどくさいから、いいや。超めんどくさがりや。やっぱね、家の中がね、匂いしないのは本当にいい。まあ、外はね、すごい匂いするんだけど、服とかもちょっと匂いついちゃうんだけど、全然ね、プラスプラス。ミネソタさ、寒いからさ、今まであの結構1月ぐらいにもらってたんだけど、今まで使えなくて、寒すぎて。やっとね、春が来まして、夏が来ますので、食べようかなと思います。うん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 。めっちゃうまい。なんか、お家で焼くのよりなんか焦げついてる、ちゃんと焦げてるっていう感じ。なんかフレーバーのため、今までの肉のフレーバーとか、なんか汚い人は汚いと思うかもしれないけど、今までの肉のフレーバーとかがなんかすごいミックスされてて、すごいいい感じ。超うまい。もっと食べたい。なんか今まで食べたベーコンの中で1、2を争うぐらい美味しい気がする。なんだろう、全然ね、あの本当にフライパンつとフライパンつくの全然違うから、本当に美味しい。もしはまあキャンプとかしてる人とかだったらね、あのグリル使ってやってる方もいらっしゃるかと思うんだけど、グリル使ってベーコン焼くとめちゃくちゃうまいのでおすすめです。まあちょっと炭火焼きのやつだとまあよくわかんないけど、うちはガスバーナーなので、もしかしたら炭火焼きの方がもっとね、炭の匂いとかついてめちゃくちゃうまいかもしれませんので、炭の匂いついていてまずいってことないと思うので、ぜひ皆さん試してみてください。じゃあとりあえずごちそうさまでした。残りはね、旦那さんとシェアしたりとか、また後の晩ご飯とか明日の朝ご飯に使えばいいので、今日はね、これだけ食べてごちそうさましようかなと思います。ごちそうさまでした。ということで、もしね、またグリルの動画あげようかなと思いますので、その際はぜひ見てください。本当に美味しいからおすすめ。ということで、バイバイ。